見てくださいね。ほら、スーッと入ってきます。我慢して、我慢して。我慢して、我慢して。スーッと押してみますよ。俺も我慢して、我慢して。我慢しますよ、我慢して。我慢しますよ。我慢していきますよ。はい、じゃあ今日はね、スキタのチャンネルの美女2人に催眠術かけまくり、やりたい放題やってますよ。最後までお楽しみください。はい、じゃあ今日は催眠術カフェチャンネルに、スキタのチャンネルの3人に遊びに来てもらいました。せーの、私たちスキタのチャンネルです。ゆきです。まなみかです。てつみです。はい、ということでね、お願いします。はい、先ほどの月田のチャンネルの方で先にやってますけどね、はい、うちの方でもちょっともっと深いところやっていきたいなと思います。ぜひうちの美女2人をね、はい、ご自由に使っていただください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうもこれ言ったの短ちょっとね、試しにやってみましょう。ちょっといいかしら、はい、ですか、これね、もっとビタってつけるとするじゃないですか、はい、もちろんね、ピタッてやるとね、もう取れないですよ。もちろんね、ピタッてつけても取れないですよ。こんなダサい姿勢で止めないでください。こんなこんなこんなおバカな体勢で止めないでください。はい、大丈夫、追っかけられたとき、あれだけじゃあ、俺の名前は鉄に
ああ、なるほどなるほどなるほど。うだっちでーすって言うと楽ですよ。すごい楽ですよ。うだっちでーす。うだっちでーすが楽だよ。さあ、言っとける。もう戻ります、戻ります。大丈夫ですよ。今飲み会ですよ、もう。びっくりした。ちょっとじゃあ頭触っていいですか。そっちからスーッと抜けていきましょう。深いとこスーッと。198-7-6543にスーッと書いていきますよ。イメージの中で黒板が見えてます。黒板に数字の1から10まで書いてありますよ。黒板消してね、数字の4だけ消しちゃいます。そうするともうあなたの中から数字の4がなくなってますよ。不思議ですけど、見つかせてもらってくると数字の4がなくなってます。1つ、2つ、はい、持ってきます。結構気持ちいいでしょ。スーッとこうやって簡単な足し算ちょっとしてもらっていいですか。足し算足し算できますよね。はい、簡単なやつ。1足す2はいくつですか。3ですよね。3足す2はいくつですか。5です。5ですよね。1足す3はいくつですか。5あ、ちょっと難しかった、ごめんなさい。じゃあ難しい、引き算しますね。はい、2引く1は1。1ですよね。ちょっと難しいですよ。じゃあ9引く5は8。ちょっと自分の指何本あるか、1、2ってちょっとこっち片手でいいんで声出しながら数えてもらっていいですか。何本あるか。1、2、3、5、6、7、8、9、10。抜けてたみたいですね。大丈夫ですかね。もう一回片手でいいんで、もう一回やってもらっていいですか。1、2、3、5、6。あ、6本あるんですね、指。私、ないです。ないです。5本です。あのね、実は握手した瞬間って、すごい催眠かかりやすいんですよ。うんうん、なので、ビジネスとかでもね、使うときも、握手した瞬間に、今日やってほしいことをね、パッて言うと一番いいんですけどね。ちょっと握手してもらっていいですか。いきますよ。嬉しい、楽しい、幸せ。もう話せないですよ。なんだよ。なんだよ。ゆうきさん握手しようって言ったんだ。言ってない。
のゆきちゃんの顔してた。ふうしか言えないです。まあこれ言ってください。はい。